こんにちは。こんにちは。縦中流落書き部、はい、ご覧いただきありがとうございます。今日の雑談トピックなんですけれども、はい、落書き雑談の75番で、うん、袖のところにこんなシワが寄るよねっていう、うん、はいはい、シワってこう見た通りに頑張って書くんじゃなくって、なんでそのシワがそんな風にできてるのかなとか分かった上で書いてあげると書く方も楽だし、うん、出来上がった絵もそれっぽく見えるよねっていうお話をさせて、はい、いただきました、はい。私がしたんじゃない。はい。縦中先生にしていただきました。はい、なかなかそれ評判が良かったので、はい、今日はもうちょっとね、いろんな種類のシワをお話ししていただこうかなと思っております。で、うんうん、僕も知らなかったんですけど、うん、そうです。この間そのシワの回を、収録してるときに、平谷さんがボソッと言ったんですよね。うん、セブンフォールズ。そうです、うん、シワの種類は7つあるからこれをマスターしましょうっていうのが、うん、こう欧米ではよく言われていることなんですよね。びっくりしてちょっと待ってくれと思ってで、まあ、それでいろいろ調べてみたら、うん、これは便利だと。おお、立中先生ってそういうところ好奇心旺盛ですよね。いや、楽したいんで楽をしたいので、うん、でまあまあその職場とかで、うんうん、セブンフォールズってさ知ってるとか、ね、何それってやっぱ僕と同じようなリアクションだったんですよ。まあまあそこはちょっとこれは言ったらいいなと思って、ちょっとそうですね、はい、ぜひぜひ雑談でご紹介ください。はい、セブンフォールズ、うん、まあそのまま7つのシワ、7種類のシワということなんですが、これが調べると諸説、うん、あって、うん、まあ、僕が調べただけで9つぐらいあったんですけど、うん、まあ、そのここの9種類あったんですけど、まあ、他にもあるとは思うんですけど、その中で絶対にこう共通してある5つ、うん、まず5つ、うん、今日はちょっと喋っていこうかなと思います。うん、はい、はい、そうですね。もし皆さんも興味があって、うん、自分でも調べてみたいわって思われたら、セブンフォールズとか、はい、セブンタイプスオブフォールズっていうようなキーワードでネット検索されると出てくるかなと思います。うん、はい、なんか私が見た感じだとね、ジョージ・ブリッジマン先生が本の中で書いてるのが割とこう、古い彫刻のこうケープだったりとか、うん、昔のローマ時代の衣装みたいなのを着ると、はい、もうすごい、シワシワ、フラ、うんうん、フリフリじゃないですか、うん。あれの中から7つ見出して書いてるみたいな作例もあったりとかして、うん、割と簡単に画像は検索できると思うので、皆さんもぜひぜひ掘ってみてください。うん、結構歴史があるものなんですね。うん、はい、ね、そこはごめんなさい。ちょっと調べきれては、はい、誰が7個って決めたのかとかってはわかんないですけど。けど、まあ、でもある、ある。そういう言葉、セブンフォールズって言葉もあるし、うん、で紹介されているものも、うん、ね、たくさんあったので、うん、それをちょっとそれをもう縦中さん流に噛み砕いて、はい、噛み砕いていきたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、その1からいきますね。はい、はい、ではでは1、うん、よしよし、はい、パイプ、うん、筒的な、はいですね。これは一点でこう手ですよ。点でこう小指立てちゃった。こうつまんで布をこう持ち上げたような感じで生まれる。こういった状態のものですね。こういう時にできるシワ。はい。でまあ、ちょうどこういったところがこうパイプ状にこうなっている、はい、こういった感じでこうパイプって呼ばれるものがこうございました。はい、はい、まあ、1点に集約されるというか、そうですね、そこからこうふわっとね、はい、でまあまあまあスカートによく後によくあるような感じだと思います。よいしょ。こう、うん、なんかこういったところに
ングスカートですね。そうですね、うん、こういったところにこう出てくる。可愛いですね。そのなんていうんでしょう、丸みの付け方でまた布が薄いのか厚いのかとか ね、はい、できたりとか、なんか可愛らしいですね、はい、こういうのが、はい、まずその1、パイプって呼ばれているものだそうです。はい、はい、ではでは続きまして2、はい、ダイアパー、これおむつっていう意味らしいんですけど、今度はさっき、先ほどはこう、一点で、こう、布を引き上げてたんですけど、今回は二点ですね。二点でこう、まあね、布おむつの世界を知ってる人は少ないと思う。そうですね、僕、おむつって言われて、全然あれで、わかんなかったんですけど、パタンって乗せて、この左右をキュキュッと止めてあげるんですね。はい。なんかもう、僕の時ももう、紙おむつだったんでわかんないですね。僕の時というか、まあ、僕が、物心ついた時にはもうこういうのは、だんと、ほいで、横には、ここは、パイプが見えますね。そうですね。うん。うんうん。パイプがこちらあるんですけど、ダイパーっていうのは、この、こういったところ。うん。二つにこう、まあ、三日月みたいのがこう、こういうふうにこう、垂れ下がってるような、ね。中世の戦士みたいな人がここのところにこう、そうです。なんかちょっとボタンみたいなの止めてて、はい、こう肩と肩でこう、うんうん、飾り布みたいなのがありますよね、はい。そんな感じ。そんな感じののが、うんうん、これが二つ目。うん、このね、こう、二番目はこれとか、これもね、順番バラバラ、諸説ありなんで、ちょっと、その辺は、勘弁してほしいんですけど、まあ、これもちょっと、そうですね。これもちょっとなんか、そうですね。じゃあ、ギリシャっぽく、昔の、なんか、こちらには、パイプ、先ほども、うんうん、こういったところに出てくるのが。いいですね。そこに横にシワ描けばいいんだよって言ってもらったみたいで。はい、こういったところに出てくるのが、ダイヤパー、おむつ、うん。本当におむつなのかな、ね、うん、これが二つ目ですね。はい。はい。はい、今日ちょっと書くのが多いんで時間があれですけど、次はジグザグ、うん、そのまんまですけど、あるかな、自分にもジグザグ。ジグザグ見てみよう。作ったりしてる、はい、もう本当に出てくるやつなんですけど、まさにこうジグザグにこう筒でいいのかな、わかんない、いろんな場合があると思うんですけど、まあよく靴とかにジーパンの裾とかによく出てくると思うんですが、うん、こういった感じでこう布がジグザグするような感じで、はい、まあ、私の袖を今、ね、無理やりまくりましたけど、はい、こういうところにこう、そうですね、布が寄って筒状の中身があって、そこで布が寄ってるとジグザグ。ジグザグっていうのがありますよね。もう今も書いちゃったんですけど、作例書いちゃったんですけど、もう言いようがなかったりするんですけど、まあまあ、肘に。ジーンズやズボンの裾とかですね。
はいはい。これで。になった時の袖口にこうジグザグ、こういったところによく出てくる、こうジグザグ、何持たす、何持たす、はいはい、はい、まあまあ鉄砲でも持たしましょう、はい、水鉄砲ですね、はい、はい、そうですね、はい、っていうようなところによく出がちな、うん、はい、そうですね、なんかこう布が余ってこう止められたらこう、うん、たわんじゃったみたいな、うんうんうん、シワができちゃったみたいな感じで、はい、よく出くるのがジグザグ、はい、うん、はい、が3つ目でした。行きましょう、行きましょう。あと2つでーす。4、スパイラル。はい。スパイラル。はい。そうですね。スパイラルは、この間やったやつですね、ほぼ。うんうん。75の袖のシワのときのね。はい。袖のシワのときにやった、こう巻き込まれていくような。基本的には中身が筒っていうか円柱形の中身があって、その周りにこう、ね、こう巻き込まれていったりとか、うんうん、あとはこの巻き込まれる角度ですよね。角度が結構今僕はちょっと空いてるんですけど、まあこれはちょっと僕個人のまあ解釈なんですけど、まあ、異論は認めます。はい。異論は認めます。まあまあ違うんじゃねえかって言ったら、まあまあ、そうかもしれないですね、みたいな感じなんですけど、ここの角度がですね、ちょっとこう、布によったり、コンディションによってこう、横に入ってる、横にこう、うん、ここの角度がこう、浅くなる、うんうん。って言っても、まあ、スパイラルとして、カウントしてもいいんじゃないかなと思います。うん、僕的には S カーブで書くことが多いような気はします。はい。うん、で、これがまあ袖だけじゃなしに、そうですね。こう。まあ、ちょっと野球のポーズを書きまして、そうですね、僕は野球アニメ結構多かったんですけど、あの胴体のここにすごくつけてました。こんな感じで、これでこっちからもこう大きくスパイラルみたいな感じで、はい、ですね。そうね。袖もそうだし、胴体のところもそうだし、まあ、なんて言うんでしょう。人間の体がこう、丸くて細長いもので全部できてるっていうふうに考えれば、はい、まあ、仕組みというか、中で起こってることは似てるよね。そうですね。で、まあ、太ももとかにもこう、こんな感じで入ったり、うん、こうですね、こう入ったりとか。ちょっと多くなって、あれなんですけど。こんな感じで。こういった袖とかも割とよく使うよな、うん、スパイラルっていう、うん、そんな今書いてる感じが S カーブっていう、ね、S カーブで書くときが多いですね。 U の字みたいに一方向じゃなくてこうたわんで巻き込まれるっていう感じを出すためには、はい、こう S 字型の感じが合ってるかなっていう、うん、そうですね、使いやすいシワですね、します、うん、はい、
はい、では今週最後の5つ目、うん、はい、いきましょう。はい、はい、なんだろう、だろう、ハーフロック、あ、ごめんなさい、ハーフロックドラムロール無視ハーフロック、はい、ハーフロック、ハーフロック、はい、これはあのあれです、袖によく出てくる、うん、ハーフロックフォールドってもう嫌っちゅうほど海外の文献には出てきます。ああ、そうですか。はい、ね、なんやねんそれって話ですよね、はい、ハーフロック、ハーフロック うちらロックンロールやねんみたいな。そうそうちょっとあの発音的にはちょっとかっこいいんですけど、はい、ここですね、はい、こう潰されてこう、こう袖とか肘膝とか、あのに出てくるこの、僕はここを持ってこのラインを持ってこう J で書いたら、で、あのなんだろうな、こう理解するとしやすいのかなっていう感じではあります、うん、ここに J、うん、こうハーフロック、まあ今膝ですよね、それ、はい、の膝の前面のところはこう伸ばされてる、はい、こうですね、うん、そこがロックされてるのかな、どうなんですかね、うん、これで膝の前面が伸ばされて、でこっち側は潰されて、うん、はいはい、で潰された方向にこう、ここにここに出てくるのがハーフロック、でここがもう一つ、もう一つあって、あの洋服ですね、洋服の割とここにも出るなっていうのが最近思ったことで、ここ脇の下、脇の下ですね、うんうん、っていうのはあのシャツってこうこうこうじゃないですか、広げたら、うん、はいはい、こうなんですけど、それをこう両サイドから潰した状態で出てくるのがハーフロックだと思うんで、こういったところによく出やすいかなと思います、うん、なんかね、ある諸説あるんであれなんですけど、はい、ここ今私の腕見える、ね、はい、こことここがあのもう位置決まってて、うん、でこういうふうに曲げるからハーフロック、うんうんうん、こことここはロックされてるよね、で曲げた時にできるものっていう話だから、うんうんうん、そうですよね、なんかこう長い筒状のものがあって、うん、そこがこう曲がった時に出てくるよってことだから、はい、ここも、まあ、完全な筒じゃないけど、まあ、腕から肩に向かってある筒の一部がこう曲がった時にできるこのハーフロックっていう感じですね、はいはい、ですね、うん、とりあえずそのセブンフォールズで検索して、うん、まあ諸説いろいろ7つ以上出てくるんですけど、うん、その中で、はい、は結構絶対に絶対絶対あの主だってこうしっかりとこう、うん、どれにもこう入ってるような5つですよね、うんうん、共通して出てくる5つっていうのは今週ちょっとやってみました。はい、はい、ありがとうございます、はい、来週はこの5つを使ってちょっと練習問題みたいなの練習をやってみたいと思います。はい、はい、今週は以上ですね。はい、調査お疲れ様でした。ありがとうございました。ではまた来週、はい、中流落語夫婦でお会いしましょう。さよなら。ありがとうございます。